2020年撮影をつつ寺は、岐阜県岐阜市にある臨済宗明神事派の寺院である。3号は、随鉱山。通称、鏡島愚坊。鏡島の工房さん。別名、梅寺。正式名称より通称で呼ばれることが多い。毎月21日の縁日は、大変にぎわう。本尊は十一面千珠観世音菩薩。 東海三十六不動村霊場第31番札所、美濃三宮法札所第3番札所、美濃四国札所第44札所、美三十三観論第19札所。伝承によれば、738年、当時、おとずと呼ばれていた、この地に、行基が草案を築き、11面千寿観世音菩薩を自ら彫刻し安置したのが、始まりという。 813年、佐賀天皇の勅命を受けた空海がこの地に赴き、秘宝を用いて竜神に向け鏡をかざしたところ、この地が桑畑に変わったという。このことからこの地を鏡島と名付けたという。翌年、新言州を訪寺らを建立。1540年、洪水の被害を受ける。その後、1545年、鏡島城主、石川春光森光成が、 高層旬を招いて最高臨済名神事派に改修する1945年、空襲により建物のほとんどが全焼する。本尊などの仏像などの重要なものは近くの長良川に運び出され難を逃れる。住職は小さな仮建物を作り安置する。1953年に宝仏殿が完成。1958年に具法堂などの建物が 再建された。寺院の最寄りにある、岐阜乗り合い自動車、鏡島愚法前バス停、または、岐阜県道92号岐阜津波大野線上の、鏡島聖火三丁目バス停が最寄りである。かつては、鏡島聖火三丁目バス停も、鏡島愚法前の名称が用いられていたが、2007年10月1日の改正で、現在のものに改められた。 鏡島図法前からは徒歩5分。鏡島聖火3丁目からは徒歩15分。ありがとうございます。